Dude. It is. それじゃ調査を始めるわよ。ロキ、ペルセウス、二人ともよろしくね。行きます。早速怪しい気配を感じるわ。この先を調べてちょうだい。この辺りか。そこにいるのは分かっている。隠れていないで出てくるんだ。なぜ分かった。こうなりゃ逃げるしかない。まさか彼らはアースガルズの。取り逃がすわけにはいかないよ。ここでやられちまうなんて。いられぬ。全くできぬとは。口惜しい限りよ。あの方にお伝えせねばならぬのに。あなたたちやるじゃない。出会ったばかりなのに息がぴったりね。オリンプスを探る日程か。彼らは一体何者なのでしょう。それに何を調べていたのかも気になるわね。ロキ、何か心当たりはないの？さあ、今の時点では何とも言えないな。北の方からまた何か感じるわ。すごく獰猛な気配よ。私の神器を初見でそこまで使いこなせるとは。ペルセウス、君は強いんだな。君こそ大したものだ。アースガルズにもこれほどの使い手がいたとはね。神の力を。怪物だと。なぜこんなところに。この怪物もオーディの差し紙なのか。状況は予想していたよりも深刻なようだな。ロキ、君は勇気があるんだな。負けられぬ。怪物相手にひるみもしないなんて。私にはやるべきことがある。だからひるんでなどいられないんだ。さっきの日程、それに怪物、オリンパスに何が起きようとしているんだ。かつてない恐ろしいことだ。私の予想が当たっているならば。ひとまず状況を整理しましょう。近くに神殿があるからそこへ向かうわ。敵将討ち取った。さあ、かき乱してやろう。だ、負けられぬ。それじゃあ集まった情報を整理してみましょう。まずは、ちょっと待って。西の方にすごく嫌な気配を感じるわ。負けられない。まさかまた怪物が。私が向かいましょう。神の力を示す。まだ
だか。だが一体誰が。ペルセウスが罠に。ロキ、お願い、急いで彼を助けてあげて。いいだ、ここで味方が減るのは私も本意ではないか。上司流剣弾。やはり門が閉ざされているか。さて、ここを開ける手立ては。ロキ、南に怪しい気配を2つ感じるわ。ひとまずそちらへ向かってみましょう。行くぞ。ロキじゃないか。ちょうどいい、手伝ってくれ。オリュンポスの塩を捕虜にしようとしているんだ。悪いな、彼を君たちの手に渡すわけにはいかないんだ。まさかあの男を裏切るとは。このままで済むと思うな。上司流剣弾。ロキめ、寝返りおったか。仲間と思って油断したが、次こそは。二人を追わなければ私の裏切りが露呈する。そうなればオーディンを倒すことも。だがペルセウスを放っておくわけにはいかない。上司流剣弾。何があろうと諦めるわけにはいかない。ロキ、来てくれたのか。すまない、迷惑をかけてしまったな。いや、気にしなくていい。上司流剣斬。むしろ詫びねばならないのは私の方かもな。君を罠にかけたのはアースガルズの将、神の力を示す。オーディンの手の者だということが分かったんだ。アースガルズの。ロキ、オーディンがオリュンポスを狙っているというあなたの話はどうやら本当みたいね。これで信じられるわ。あなたの決意は本物だということも。そうだ、私には望みがある。それを果たすためどんなことでもするつもりだ。アースガルズを裏切ってまで叶えたい望みか。負けられぬ。ロキ、君は強い覚悟を胸にここへ来たのだ。そしてそんな中でも私を見捨てず助けてくれた。私はあの二人を追わなければこの裏切りを伝えられるわけにはいかない。待ってくれロキ、共に行こう。私たちは仲間なのだから。今こそ攻め立ててやろう。まさか貴様に邪魔されようとはな。オーディン様が知ったら何と言われるか。覚悟しろロキ、裏切り者は怪物の餌食にしてくれる。ペルセウス、私がおとりに待って怪物を引きつける。その隙に君はあの二人を倒してくれ。それでは君が危険すぎる。私は君を信じると決めた。
だから負けられぬ。君も信じてくれないか。神の力を示す仲間なんだろう。負けられぬ。勝った気でいるがいい。負けられぬ。世界は飲み込まれる。彼らが残した不吉な言葉の意味、気になるな。怪しい気配はもう感じないわ。ひとまず調査はここまでとしましょう。アースガルスの動き感化できないわね。ロキ、あなたにはこれからも協力してもらおうよ。君が胸に秘めている望み、いつか聞かせてくれると嬉しいよ。ロキ、よし。希望の光